おはようございます。メリカミタチです。今日は子牛の腎臓ロニョンド棒を使ってペシリアードを紹介します。以前フォワード棒を使って同じように紹介しましたけども、今回はロニョンを使ってペシリアードをします。このペシリアードという料理は結構癖のある食材を美味しく食べるためにニンニクとパセリを効かした調理法の一つです。それでは一緒に作っていきましょう。まず新鮮なロニョンの見分け方ですけども、脂が白いもの、あと匂いがあまりしないものです。アンモニア臭がしないものを選んでください。この豆と呼ばれる腎臓ですけども、鉄分やビタミン B が多く含まれていて低脂肪なのでカロリーも低く、非常に健康的な食材の一つです。以前油をついたまま94ココットした料理を紹介しました。また今回とは違う料理法なので、そちらを見てまた参考にしてください。今回は一つずつ丁寧に一口大にして、内側にある血管、油をきれいに取り除いてからペシリアードにしていきます。フランスは棒、子牛をよく食べるので、内臓系もやはり棒の内臓系がよく出回ります。牛のロニョンよりも子牛のロニョンの方がスーパーでも売ったりしています。今回ペシリアードで火を入れる時間が短いです。ですので油が残っていると油を焼き切ることができません。ですので丁寧に油も取り除いてください。最近フランスでもロニョン、フォワドボ、トリプなどは好き嫌いがだいぶ分かれて、食べる人が少なくなってきていると思います。私も最初フランスに来た時は結構びっくりしましたけども、今では好きな食材の一つです。新鮮なロニョンを丁寧に掃除をして美味しく調理してやれば非常に美味しいです。この動画を参考にしてぜひ作ってみてください。このようにきれいに一口大にして油を取り除いて下処理の完成になります。それではペシリアードに必要なメイン食材パセリを掃除していきます。よく洗ったパセリを葉っぱだけにしてこのままコンカッセにしていきます。この時もよく洗って水気を切ってからよく切れる包丁でコンカッセにしていきます。このように包丁を前後に動かしながらコンカッセにします。この時よく切れる包丁を使わないと繊維が潰れてしまってパセリの汁がまな板に出てしまいます。よく切れる包丁を使ってコンカッセにしていきます。続いてニンニク、ニンニクはエプルシェして半分に切って真ん中の芽は取り除きます。その後このままアッシェにしていきます。細かく縦に切り目を入れて、あと横に筋を入れてこのままアッシェにしていきます。
それでは焼く直前に塩コショウで汗止めしていきます。もちろん1時間前ぐらいには冷蔵庫から出して常温に戻しておいてください。今回は掃除したままそのまま常温に置いておきました。両面きっちりと塩コショウで汗止めします。あまり前もって塩コショウしてしまうと水が出てきてしまいます。肉汁が出ますので焼く直前に塩コショウしていきます。それではフライパンをよく温めて、まずオリーブオイルを引きます。だいぶ熱くなったところに先ほど汗染めしたロニオンを入れます。この時フライパンのサイズですけども、これより小さいとスペースがなくて水が出てきてしまいます。ですのでこれぐらいスペースがあるフライパンを使って焼いていきます。熱いフライパンにロニオンを入れたら重ならないように少し肉をずらして、このまま触らずに片面しっかり焼いていきます。ある程度色がついたところでバターを足して先ほど圧縮にしたニンニクを入れます。このタイミングですけども、あまり早すぎるとニンニクが焦げてしまいます。遅すぎるとニンニクが生になるので、いい頃合いを見計らってニンニクを入れてください。このように今ニンニクを入れてからフライパンを軽く揺するだけにして、ニンニクはずっと火が入っています。一個ずつひっくり返したところでニンニクを全体に和えていきます。この時もニンニクは焦げずにきっちりと火が入っている状態です。最後パセリのコンカッテを入れてパセリに火を入れていきます。やはり火の入ったパセリと生のパセリ全く違う感じになりますので、まず切った量の半分ぐらいは一緒に入れてソテーしていきます。これでロニオンペシリアードの完成です。それでは盛り付けていきます。温めたお皿に直接盛り付けていきます。本来肉ですけども大きい塊で焼いた時は休ませた方がいいですが、このように一口大に切った小さいサイズの肉に関しては休ませずにそのまま盛り付けていきます。ソースの代わりにフライパンの中に残っている焼けたニンニク、パセリ、肉汁とオリーブオイル、バターをかけて、上から粗めの黒胡椒、あと生のパセリをかけ、最後にピマントエスプレッドをかけて、今回のロニョンドボーペシリアードの完成になります。この料理ですけども、できたらすぐに盛り付けてすぐに食べてください。置いておくとどんどん火が入りすぎてしまいます。今回このガルニチュールはポムドテールアラクレームを用意しました。またこの動画を上げますので、そちらも参考にしてください。もちろんジャガイモのソテー、ジャガイモのフリットなどもよく合います。ガルニチュールはまたいろいろと紹介しています。そちらを合わせながらよく合うガルニチュールを見つけて作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。